2019年12月11日筑波サーキット。毎年恒例チューニングカーのタイムアタックが繰り広げられた。出走車両の車載映像を大公開。第30回筑波スーパーバトル。まずはエスコートランウェイボンライン。大きく変わったのはハンドリング特性に影響する車重ですね。非常にフロント周りを中心に全体で昨シーズンから言うと80キロ車重が軽くなっています。非常にフロントの入りがいいというのが特徴的なところですね。打楽の入れ方というのは非常に変わりましたね。進入時の打楽の入り方というのは非常に変わりました。具体的にどういう風に変わったんですか？乗ってる人よく分かってるんですけどブレーキをリリースしてコーナーに進入しているんですけど、リリース前回ブレーキからリリースしながら一発目の入りが非常にクイックに曲がるので奥まで行けて、若干ですけど奥まで行けてターンを早くできるというメリットは非常に大きく去年とは昨シーズンとは変わったところですね。なるほど。今季は050とフージェを併用してるって話なんですけど、ピークのグリップ力っていうのはどっちの方があるとかあります？言っていいんですかね私の試験から言わせていただくと絶対的な一発グリップは横浜だから持続性があって使い方は難しいけど安定性があるのはフージェって言ったところが私の試験ですね、はい、難しいじゃないですかこのコメント。ラッシュファクトリー R35GTR。 ゼロスポーツ WRX-STI。 ¡Gracias!
T1 ケミカルクルーズ WRX-STI。 チューニングした四駆って、ここでアクセルを踏むべきなのか、まだ踏んじゃいけないのかとか、もっと切り込むべきなのかとか、結構分かんないで戸惑ってしまう場合が、癖が強くてね、多いんですけど、この車は結構普通に乗れました。うん、高い車だから、まあ、初心者若者が乗るのは大変だと思うし、なんといってもこのブーストアップでバカみたいに速いんで、この車から例えば、スポーツ走行に入るっていうのは、まあ、はっきり言って進められないなとか、まあ、最近でも全体的に速すぎるんだけどね。なんだけどほとんどいじらずに乗れるっていう意味ではかなり魅力的な。これだったらね、どっか遊びに行こうって言ったら OK でしょ。行きたいですね、ぜひ。常用不動産ソアラターボをギャレット社の GT4202R から、最新ターボの G421450 に変えて、それで250馬力ぐらい乗せて。ちなみに去年からバックストレッチの最高速どのくらい上がったんですか。15キロ。パワー上げることで例えば足のセットだとか乗り方とかって変えてたりするんですか。まだね、探り探りです。全然合ってないんで、車が曲がらないっていうのを今解決しようかなと。ボス86。去年から変わったところは、スプリングレートが変わってるのと、スタビがちょっと変わってる、少しロールを少なくする方向に、まあ、レートでいうとレートアップの方向です。あとは、ファイナルが全然、去年は 4.1 だったんですけど、今年は 3.9 ですね。あと、タイヤが、ラジアルなんですけど 05D から、12D に変わってます。多分、まあ、ギア比が効いていって、で今までその、まあ、1コーナーとか1部屋とかで3速で回るとちょっと立ち上がりで書いてたんですけど、まあ、そこが、まあ、トラクションのかかりが良くなって、なんかそこが一番大きいかな。今日とか結構タイムアタックするには気温もローも比較的高い方だと思うんですけど、めちゃくちゃ冷え込んだ時と、例えば車タイヤのセットをエアーツだとかとかって書いてたりするんですか。そうですね、で結構、まあ、その辺がもうこのぐらいになると結構シビアだと思うんで、ロック音が低い時はちょっと、まあ、コンマ1ぐらいは低下投げる時もありますね。
ジョイライド S2000。 ちょっと最終コーナーを稼ぎたかったので、もうフロント の、 あのアンダースポイラーあと、あとがリアのスワンウィング、はい、まあ、外装は大きく変わったのはここですね。であとそれに伴う足の仕様変更をやってきました。はい、ちなみにその辺の仕様が変わったことによって去年から出す乗り方、走らせ方って変わったりしました？やっぱり、まあ、当たり前ですけどやっぱダウンホースを効いてるので、やってきたことよりもちょっと車が動く感じになったので、それポテンシャル的には去年よりも高いっていう感触はありますか？あ、もうそれは全然あります。まあ、そのね、皆さんベストラップを当然狙ってると思うんですけど、まあ、コンディションのことが分からないですけど、まあ、去年よりは、まあ、タイムが上がってるんですけど、僕らの中でいくと7秒台というところのその大台があるので、どうしてもそこを狙うようにもう社長から言われているので、はい、あのまたレースとは違うプレッシャーがかかってますね。エンジンとしてはレネシスをベースにサイドポートチューンをあのうちのデータの一番目、マックスな仕様にしてます。はい、で、まあ、足回りはこれまでいろんなサーキット走らして、煮詰めてきたサスペンションキットが、ついてる感じですよね。はい、どこも結構乗りやすい状態に仕上がってるんですけども、ダンパー1個だけ変えました。リアを1個緩めたんですけどね。鈴鹿で決めた仕様と今は一緒になってます。いい意味で鈍感な車なんで、あのどこでもうまく走ってくれちゃうっていう仕様にね仕上がってるんで、まあ運転手としては楽ですね。マジック86。
ゼクノバジャパン販売 RX8。 もともと木下光弘さんがいろいろセットしてたみたいで、で足もね結構動いて非常に乗りやすいんですよね、うん、僕今回初めてつくばアタックしたんですけど、まあアタックしたの割にはすごく足が動いて、タイムもまだまだですけど、まあ伸びこれからまだ伸びしろがある。まあ、僕の乗り方でセッティングでちょっと煮詰めないといけない部分と、あとは空力ですよね、ウイングとか、ね、高さとか調整もできるんで、その辺ちょっと最後走行までにちょっと調整してタイムアップしたいと思います。今回乗り心地もストリートで良くしたかったっていうのと、サーキットでもそこそこタイム出るような足っていうのをコンセプトでやったんで、もう少し去年の仕様よりももう少し角が取れたような、まあ、簡単に言うと減衰を細かく見直したっていう感じですね。でブレーキパッドもね、ストリートも泣きもなくて、あのローターの攻撃性もなくて、サーキットもタイムアタックまで使えるよっていうものをコンセプトでやったっていうのを今回、使いました。水準性を良くすることによってボトムを上げられてタイムも上がった。でタイヤも、今までは同じタイヤなんですけどシビアな動きが出ていて、ドライバーがもうこれ以上いけないかなっていうフィーリングだったのが追従するんで、まあ、簡単に言うとトラックから乗用車になった感覚ぐらい足の動きが違って安心して踏めるようになったんで、その分、まあ、攻め込むこともできるしボトムも上げてタイムも上がったっていうのが今の状態です。
BCA with ボス BRZ。 ターボ回転をうまく合わせるためにちょっとこう早めのシフトアップでシフトアップしていった方がパワーが出るということなので、本来もうブンブン回したいんですけど、ちょっとそのシフトアップ早めを心がけて、今日 12D でアタックしたんですけど、一応その中で今まで僕が持った BRZ の パーソナルレコードは一応更新はできたんで、本当は8秒で入れたかったんですけど、ちょっとコンマ数秒足らず、ちょっと残念ではあります。なるほど、はい、ちなみに去年使ってた 05D と 12D って具体的にどういうところが違ってて、乗り方がどのぐらい、どういう風なところが変わるかっていうのをちょっと具体的に教えていただけますか。はい、05D の方がよりピークグリップが高くて、その一発に本当合わせなきゃいけないのが本当大変で、レースで使用できるようなタイヤなので、12D の方がどちらかというと扱いやすくて、数回に分けてアタック行ってもあまりタイムも落ちないですし、そういった意味ではこういったタイムアタックでやはり一発で決めるのはすごい大変なんで、12D の方が扱いやすさもあってピークグリップもその中では出てるような感じだと思うので、ちょっとこう幅が広がったかなっていう感じはします。なるほど、はい。エンジニアリング RX7、 今日の藤田さんの予定ではフロント295リア315というセッティング状態で行きたいと言ってたんですけど、乗るとアンダーステアだったんで、中古タイヤでもね、これはフロント295リア315はいらないと僕は判断しまして、ニュータイヤは295の4本同士でアタックして、そしてセクター12はいい感じだなと思ったんですけど、セクター3はまだアンダーステアだったんで、今のところリアに太いタイヤいらないなと。シーソーみたいなもんで、こうリアだけあってもダメだしフロントだけあってもダメで、ちょうどいいとこの、このシーソーが釣り合ってる状態のところを、に合わせていかなきゃいけない。でそこが、今日ちょっとリアの方が勝ってたかな、最終コーナーに関してはっていうところで。
ンライズブルーバードケイマン S。 今回は S タイヤを履いたんですよ。で、僕があのプロデュースしてるタイヤなんですけど、その S タイヤを履いて、でバネレートを少し硬くしてます。最終コーナーも今まで4速に落として加速してたんですけど、今5のままずっと来ちゃうぐらいボトムが上げられるんですけど、結果的にエンジンは回りきっちゃってるギア比で 5.1 ってやつを今ファイナル入れてるんで、 4.8 とかにするともっとボトムも上げられて S タイヤのそのメリットをもっと出せるかなって思いました。 S タイヤから変わるとコンセプトがやっぱ全然違うタイヤだから、骨組みはラジアルってやっぱり乗り心地もあの関係してるので結構柔らかいんですよね。で S タイヤってグリップがすごい高い分骨組みをしっかり育ててるから結構硬いんですよ。で硬いのを使うためにはスプリングも硬くしなければいけないっていうところもあるし、でキャンバーとかっていうのもまた変わってきます。タイヤがラジアルと違ってストロークしない、横方向でもストロークしないからキャンバーは割と少なめで S タイヤはいける。その分ラジアルはキャンバーつけていかなきゃいけないっていう、そういうその微妙なところを探し出せれば、S、ラジアルから S タイヤに行った時のタイムの上がりしろってすごく大きくなる。なるほど。車道カスタムファクトリー PRZ。
シュファクトリー86。S2000。 S2000。 基本はノーマルエンジン、ノーマルミッションで、サスペンション、給排気、 ECU、 そういう車です。もうボルトンパーツだけ。どういうコンセプトで作った車になりますか？もう完全合法ですね。もうタイムアタック終わった後、そのまんま車検ラインに通れますっていう、そういう仕様で臨みました。S2000 はですね、比較的コーナーは回答性がいいんですけど、逆にリア の、 そのグリップが唐突になくなったりするところがあるので、そこをこ う、 うまくバランス取れればコーナリングマシンとして結構走る車になると思うんですけども、前後のストロークですよね、そこら辺が美味しいところがあるので、それを合わせつつ、あとキャンバーでコーナリング の、 そのコーナリング速度を稼ぐような感じのセッティングなんですけども、やっぱりやればやるほど課題が見つかってきて、エンジン回転で合わないところがあるんで、そこはファイナル変えるなりなんなりしてちょっと合わせ込みたいなと思ってます。
TM スクエアスイフトスポーツ、まあ、パワー系ですね、インタークーラーと、スポーツ触媒を作って、で UCU の適合をもっと詰めて、まあ、去年から15馬力ぐらいは、去年で今年の4月3月かなから15馬力ぐらいは上がってますかね。今回はちょっとワイドなタイヤを履いてみようということで、まあ、思ったよりロンが上がんなくて、うまくこうワイドのタイヤが発熱してくれないというか、面圧が上がらないというか、285を今回チョイスしてきたんですけど、235、245と、まあ、ほぼ同じグリップっていう状況で、エンジンパワーが少し上がった分だけがラップタイム上がっただけで、結局4秒0で、3秒9に届かずと、まあ、コンマ1、100分の8ぐらいなんですけど、まあ、自分たちで目標にしたっていうことが、まあ、達成できないっていうのはちょっと悔しいなという、はい、イメージですね。GTI、 スイフトスポーツ、主にサスペンションの仕様というかバネレートの変更がメインなんですけど、今リアで18キロでフロントは16キロ、っていうふうなかなりハイレートになってますね。フロントの荷重を逃がさないようにということで、後ろにこう持っていかれないようにするために高くしてます。そうするとリアが決まってくると、その旋回コーナリング時 そのバランスが前後やっぱり変わってくるので、それに合わせてフロントを変えてるみたいな感じです。フロントはちょっと試験的にですね、ストロークの短いものを今回用意しました。それで他のサーキットなんですけど、試してみたらすごくフィーリングが良かったので、それをこうつけてみたんですけど、この車ってフロントのストロークを短くするとキビキビはするんですけど、少しトラクションがやっぱ不足するんですね。なので新品タイヤの時はそれですごく良かったんですけど、2回目走った時は少しフィーリングが悪くなってたので、今回また前の仕様というか、元々の吊るしの状態に変えて3回目は走るような感じになります。
ジナルランデューススイフトスポーツ。足回りの、見直し、結構バネレートを上げたり、あとはね、一番違うのはタイヤ。タイヤを去年は、横浜の052だったのを、今回は 08B のさらにスペック G っていうね、ジムカーナ用のもう一発スペシャルのタイヤを履いてきた。基本的にはやっぱりグリップ高いから、特にリアのレートを結構上げて、まあ、もっと、うまくタイヤを使えるように、旋回速度を上げれるように全体的に、まあ、特にリアなんだけどバネレートアップしてきました。ただね、やっぱりね、ちょっとね、ジムカーナスペックだと、柔らかすぎて、このスイフト結構パワー出てるんだけど食われちゃう、そのぐらいタイヤが柔らかい。スイフトスポーツ。特に大きく変わった点は、車両の方に、まあ、リアスタビをちょっと追加して、リアの剛性感を上げてきてますので、まあ、その辺が今年すごく乗りやすくなって、どちらかというとちょっと、まあ、アンダー傾向がすごい強い車だったんですけど、ものすごい回答性も増えて、曲がりやすくなったんで、まあ、ちょっとタイムが昨年というか、ほぼ同じぐらいのイメージなんですけど、フィーリングがすごく良くなってますね。特にこの辺の中高速サーキットに行けばより感じると思いますし、ものすごい安心感にはつながると思うんで、一つ のアイテムとしてはいいのかなっていう感じがしました。スイフトスポーツ。まあ、見ての通りね、これはお客様仕様というか、タイヤも 71R で、まあ、基本的にもう市販パーツだけを組み合わせる。ただタービンも変えてます。ポン付けのタービンが入っているので、パワーは、上がってます。あくまでもお客さんのできる仕様でどこまでいくかっていうのをやってるんで、非常にね、乗りやすくて全然癖がなくてね、逆にね、5尾砲3とか4でずっと周回できちゃう。そういった意味では、その一発狙いっていうよりも走行回とかも楽しめる、と長く安定したタイムで走れる仕様かなと思います。
クルーズスイフトスポーツ。オートマでやるのみたいなね、しかもタイムアタックみたいな話で、最初に乗ってみたら意外にちゃんと走るぞと。パドルで操作してるのはダウンだけ、ダウンの一発落とすだけで、アップはお任せで、ノーマルのスイフトスポーツってノンスリが入んなかったらもう話にならんよと、もうかきまくっちゃって、この足が入っててこそ あのトラクションだと思うんで、だってあの空回りして走んないはずなんだもん。それが見事にちゃんと進んでいくんで、だそういう意味では相当よくできてるのかなと。内藤自動車販売スイフトスポーツ。岡山販売トゥデイ。ターボがついてで、一応排気量は一応ノーマルなんですけど、まあブーストが 2.8 ぐらいかかってるんで、壊れないように単造ピストンとかコンロットとかも全部変えてます。アンチラグがついてたりするんで、もう瞬時に開けた時にブーストがかかるような感じにはなってます。ションとかは一応もうビートとかの流用なんですけど、ギア比とかがで、まあ WPC とかの処理をして壊れないようにはしています。でノンスリはもう一応クスクさんのノンスリで、ちょっとイニシャルを強めにかけてって感じでやってます。とかはフロントがフィットで、後ろがまあ EG の6のディスクブレーキを流用してつけてます。タイヤはもう050の、まあ、GS を使ってます。はい、関東の人に岡国で、まあ、ベストが44なんです。で44って言ったらどのぐらいのタイムなんかなって聞かれたんで、やっぱ関東の人はやっぱピンときてないんで、ここでちょっとタイムアタックしてタイムを出そうかなっていう感じで今日来たんですけど、はい。
バイトゥデイ。CJ アルト。アルトワークス。クルーズアルトワークス。
KG テクニカアルトワークス。 3,4,6 どこまで